漫画でしか見たことないこんなの。やば。そろそろ行く時間だ。ちょっと外で遊べたらいいんだけどな。皆さんこんにちは、トミックでーす。結構昔から漫画でこう見る、なんかすごいでかい肉を焼いて食うみたいなのあったじゃん。なんかそういうのってやっぱ男のロマンとしてね、やってみたいんだよ俺も。今回はちょっとね、こう場所を変えて、まあ大きいお肉を用意したんで、バーベキューみたいな感じで焼いていきたいと思います。今回はなんと、屋上に来ました。ね、大きい声出さないと今日風が強いんでね、ここ見ての通り。見てください、じゃじゃーん、約15キロのこの牛肉、これをね丸焼きにして食べていきたいと思います。やってみたかったですよね、この丸々焼いて食べるっていう。なかなかできないんで、いいなと。でも一人じゃ無理なので、今回はそのゲストに来ていただいてます。どうぞー、よろしくお願いします。ガチゲーマー実況者のポルンガです。お願いします。よろしくお願いします。はじめまして。今日肉を焼くんですが、はい、意気込みは、いやまず今日お前誰だよからのガリガリじゃねえかっつってやってやりますよ、みんなの期待を。まあでも細さと大食いは比例しないんでね。あ、確かに確かに。そう、ちょっとでも食えないやつは食えない。じゃあまず準備しましょう。はい、お願いします。丸焼きにしてこうコロ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 な感じで焼いていくんで、焼くあの棒的なやつを、焼くあれを、そう、あれを刺す。よくあるやつ。今回使うものがですね、はい、これを縦に4箇所刺します、はい、すげえな、あった、すごい。4箇所で刺していきます。すごいなこれ。あ、でも全然刺さる刺さる。おお、いい感じいい感じ、超いい感じ。ウリや、うわ、こんな感じでこうやってコロコロコロって焼いていく感じで焼きます。あー、こっちからの断面綺麗やな俺。あー、綺麗や、素晴らしいぐらい綺麗だ、綺麗だな。よし、芯を立てるっていう意味で、よいしょ。これでまあ持ち上が、持ち上がちょっと不安はあるけどね。よいしょ。おお。これもうちょっと長い棒ってないですかね。長い。もう市販のやつだとそれがマックスぐらいなんですよ。マジですか。ここの油落としましょう。はいはいはい。筋もすごいなこれ。筋すごっ。肉のプロを呼びたいわ。どこまでが筋なんですか。いやもうここは全部筋です、これすごいな。脂身落とさないと。焼く前にこういうところを落としとかないと。あ、でもこれあのおでんとかに入れたらすごい美味しそう。牛筋。え、トミックさんは、はい、いつも魚じゃないですか、うん、肉はどれぐらいの経験値があるんですか。肉はね、ないね。あ、ないんですか。ないね。まあでも言うて、一応肉屋でもやってたからバイトしてたからね。うん、筋煮込むとね、美味しいって言われてるからね。この油とかラーメンとかに乗せれるんですか。これ牛脂だからね。牛脂は乗せないやつ。それあの、多分豚の背脂じゃないかな。豚の背脂。まあここの油さえ落としちゃえば、あとはもう普通に焼けるから。筋硬いな。大体ね、こんな感じで油を落としたので、じゃあいよいよあれにセッティングをしていきましょう。焼いちゃいますか。ちょっとお願いしてもいいですか。はい。俺ちょっと肉を切ったんで。はい。いや10、今これを落としたとしても13キロぐらいありますよね。ちょっと待ってください。今から補強しましょう。今から、はい。どうやって補強したの。普通にこれだけでいいかな。ジグザグに行きますか。こう。ああ、縦で垂直に行きます。縦にしましょうか。はい。はい。はい。何本ぐらい？あと残りが4本なんで。4本あったら3、3っす。お、クロスしてる。あれも無敵でしょ。これはもうさすがに。よいしょ。あ、そういう感じか。俺なんか宙に浮かして。はい。ああ。ペケジを作って。せーの。これあれも意外といけるね。いけます。せーの。ああ、音が。すごい。10。す
炭火焼きだ。すげえ。これはすごいな。熱っ熱っ熱っ。ひっくり返します。はいはい、はい、逆に、あ、これも持って、これも。あ、もう食べちゃったよ。はい、ひっくり返しましょう。せーの、それ。熱い、熱い。早く持ち上げて。せーの、それ。よいしょ。うわ、すごい。漫画でしか見たことない、こんなの。やば。本当だ。やべえ。でもめっちゃうまそう。世紀末ですね、もう。じゃあこっからね、どんどんこういい感じに焼いてそきます。あのケバブみたいな感じでね。そうですね、やりましょう。これ黒毛和牛です。これ刺さってない。刺さってないし、料理で安定しなかったわけだ。はい、俺の方に向ける。俺の方に向けて、はい、はい、せーの。結構端っこがあの、はいはいはい、あれできてないんで、とりあえずちょっと味見じゃないけどもみたいな感じでちょっとそいで食べてみましょう。網引きましょう。網ある、あります。網勇気。うま、いただきます。素材の味でいただきます。うわー、うまそう。熱いよ。うわ、うん、これはやばい。あちぃ。しゃ、出てきます、口の中入れると。うわ、これはいや、マジでケバブだ、ケバブ。すごいね、これ。あちぃ。トルンガ君、せっかくなんで、ね、ケバブっぽいそういうあれを作ってもらおう。これ肉切って焼いて切ってるから準備よろしく。任せてください。はい、トミックさんがね、隣で肉焼いてくれてる間に、僕はパンでサーロインステーキサンドを作りたいと思います。重長なパンがあるので、これにまず真ん中に、いや違うわ、あれやりたかったんだ俺。パンを作っていきたいと思います。待って、これ全然切れないな。レタスを入れる。そしてトミックさんが焼いてくれている肉を調達しに行きます。トミックさん、肉をいただきに来ました。おーい、適当に。あちぃ。あちぃ。調達できたので、ここに肉を乗せていく。乗せる限り乗せていく。パンと肉のサイズが合わない、こんなことある。めっちゃ美味しそう。できた。サーロインステーキサンドの完成です。ダメじゃねえか。ほとんど自分に塩かかってる。ほんとだよ、自分に塩かかってる。できました。肉肉肉肉肉しー。肉肉しいですね。何、いや、ゲーム好きなんで。ゲーム好きなんですよ。リモートプレイっていうのがあるんですよ、最近。コントラ、コントローラーのあれになってる。この画質見てくださいよ。何これ。これ北斗の拳やね。北斗の拳ですよ。最近出たあの北斗が如くっていう、本当に PS4 のゲーム。今これあれですね、街なんで多分。なるほど、このゲーム持ってるからさ。はい、ちょっと後で教えてもらう。めっちゃ簡単なんですよ、設定。しかもすぐできます。じゃあ後でよろぴく。はい、じゃあ食べましょう。はい、はい、食べましょう。いただきまーす。いや、めっちゃうまそう。これはやばいぞ、絶対に。脂っこいよ、脂っこいよって言うけど、レタスがちょっと待ってね、掃除してくれるから。上手。油が溢れてくるんですよね、口の中で。もまさに世紀末でしたね。もうあんだけファイヤーして、そうなくないですか。僕もバーベキュー何回かこうやったことありますけど、あそこまでの13キロ肉は初体験ですね。持ってきました、はい、美味しかったな。肉どうでした。いや、もうジューシーすぎて食べられた。めっちゃ食べました、もう。さっきのじゃあ Xperia のやつの設定をちょっと教えてもらおうかな。はい、アプリがあるんで、アプリを起動します、はい、設定からの、まず自分のプレイステーションネットワークアカウントのサインインをします。そしてですね、1回戻ります。戻ります。はい、次へ。そうすると、はい、その同じ PS ネットワークで
接続している PS4 を探してくれます。なるほど、来ました。日本プロで接続、え、もう接続、え、もうこれだけ、本当にできた、できた、はい、来いよ。お、もう来た。これ画面横にすれば画面いっぱいになります。本当だ、すごいね。おお、すげえなこれ。本当だ、来た。おお、来たぞ。本当だ、ちゃんと連動してるね。めちゃめちゃ直でリンクしますね。このコントローラーでこうスマホの画面見ながらできると、はい、そうです、ね、これできますね。登録します。そうですね、こうライトバーが白く光るまでシェアボタンと PS ボタンを同時押しすると、きたー、きたー。これでコントローラーこっちに繋がってゲームはゲームで独立してるんで、これテレビ消してもこれで遊べると思いますよ。すげー、ここがエデン。詳しい詳細はね、下の概要欄に書いてあるんで、ぜひみんなチェックしてみてください。じゃあ締めの言葉を。肉焼いてる姿から世紀末っていう感じで、最後こうやってゲームを世紀末に繋がれたんで、どうすね。いえ